今日警察の方に、被害届を出しに行ったんですよ。朝豊橋の、何て言うんですか、駅の辺りを歩いてたら、若者3人組に絡まれて、殴られそうになったので、いい加減しようって言って、その場は終わったなと思ってたら、50メートルぐらい行ったら、急にその中の数名かな、追いかけてきやがって。で、たまたま、駅前に交番があったからよかったんだけど、交番に入ったら、非常用の電話があったから、それで電話かけようとしたら、かからないんだよね。で、目の前におるんですよ、私より身長が10センチぐらいでかい、20代とか10、20歳に近いぐらいのやつですよね。そういう血気盛んな、暴徒とかした若者に襲われそうになったので、警察の、交番の中に入ったんだけど、電話がかからないんですよ、緊急のやつが。で、困ったなと思ったら、逃げてったんで、そいつが。多分交番の前のカメラに映ってるっちゅうのを、なんちゅうの 多分交番の前にカメラがあるのに気づいたんだろうね、おそらく。それで、まあギリギリ事なきを得たというか、冷静に、だから電話の隣に書いてある文章を読んだら、300番を押して、電話かけてください、つながらない時はって書いてあるんですよ。すっげえ小さい文字で書いてある 仕方がないから電話したら、一応警官が出てきたから、それもあってだか知らんけど、逃げてったみたいな感じなんですよ、その暴徒とかした若者が。で、それでまた警察に、ちょっとその時の状況知りたいんですけどって言われたから、行ったんですよ。それで、そうしたらもう、豊橋の駅前は朝でも危険だから、もうあんまり用もないのに行かん方がいいですよみたいなこと言われて、豊橋の駅前ってそんなんなんですかって言ったら、豊橋のあの辺りにおる、まあそんな時間帯とか、まああれですよね、要するに3人組で、ダーツ場とかネットカフェとかで、ネットカフェに3人とかで来るかねって話らしいんだけど、男3人で、まあ隣にダーツ場があるというのを言い訳として来てるのかもしらんけど、どういうことですかっていう、だからそういう変なやつがおるんですよ、若者でも。豊橋の駅前すっげえ多いよって警察が言ってたから、だからもうあんなとこは朝でも気をつけてください。そいつらもなんか時間帯気にせずやってくるからっていうふうに言われて、あ、そうなんだ、ちょっとやばいなとか思ったんだけど、その時に分かったのが、そいつら親父狩りだったよっていうことなんですよ。だから、よくテレビで若者による親父狩りにあったっていうのはよくニュースに出るんだけど、なんで親父狩りに遭うのかがよく分かんないなと思ってたんですよ。で、その理由が分かったのが、そういう若いやつが数名ですよね、おそらく。やらかすんですよ、目の前で。じじいどもの、じじいというか高齢者の前でやらかすんですよ。例えば店の壁を蹴ったくるとか、まあ要するに器物破損みたいなことをやるわけですよ。電柱とかに唾吐きかけるとか、
老人とか特に高齢者の前で。で、そういう老人とかに注意させるらしいんですよ。で、何が起こるかっていうと、それに逆上するらしいんですよね。そういうの待ってましたっていう感じらしいんだよ、若者の数名のグループが。で、それで、逆に、ボコボコにされて金取られるっていうことだらしいんですよ。いや、危なかったな。そういう釣りに合う、引っかかるとこだった。いや、もうしょうがないから、足腰ぐらいは鍛えた方が良かったなという理由が、そいつより多少早かったっていう話ですよね。いや、近寄らん方がいいですよっていう風な理由が、そいつら汚い可能性があるから、最近に侵されてる野郎の3人、男3人で、夜から朝まで、そういうところの繁華街で、肩を組んだりして、たむろしてる輩なんですよ。だから危険なやつが多いよっていうのは、だから、病的にも危険かもしれないですよね。ウイルス的にも、新型コロナなのに、そのダーツ、ジョイジョイだったかな。ジョイジョイから、3人組が、ジョイジョイという建物からマスクなしで出てきてるんですよ。いや、今時ありえないんじゃないのっていう話ですよね。で、まんまと交番の前のカメラ映っちゃってるんですよ、そいつらの一人が。で、向こうの方で、もうやべえ、逃げろやみたいなこと言ってるんですよね。それにまた戻っていったっていうか、逃げてっちゃったんだよね。まあ、20代か、ギリギリ二十歳になるかならないかみたいなやつだと思われるんだけど、いや、だから、親父狩りにあったんですよ。いや、親父狩りにあったんだけど、ギリギリ未遂に、終わることが、終わったっていうか、ギリギリ何も取られなかったっていうやつですね。まあ、ギリギリ殴られることもなかったんだけど、だから私が手を出してないから、そいつらも何もできないんだよね、ある意味ね、おそらく。いや、いいから、専守防衛でやってるから。そいつらは、攻撃ありきでやってるから、すぐ捕まるんだよね、おそらく、そいつらは。だから、親がそういうタイプなのかっていう話ですよね。親が子に教え込んどるんでしょうね、そういうやり口を。だから、平井一家なのかな、松葉町あたりって言ってるから。松葉町あたりにそんな若者が多いよと言うてたから、もうだから、ちょっと昔、グレン隊だったとかいう人がたまにいるんですよ。まあ、だから、ちょっと元ヤンキーなのか知らんけど、そういうのも狙われる可能性が高いのは、1人対複数名ということにされる場合があるから。いや、だから、そういう親父狩りで、なぜ親父が狩られてしまっているのか、やっと意味が分かった。だから、気をつけた方がいいと思うのが、ちょっと正義感に駆られて、なおかつ、相手と同じように暴力を振るってしまうっていう場合ですよね。言葉じゃなくて、言葉で注意するだけで終わればいいものを、そいつらそれでどんどん引っ掛けてくるらしいんですよ。血気盛んな、親父狩りを目的としてる、複数名の若者ですよね。まあ、それが、どっかの親にやれと言われてやってるのかどうかは知らないんだけど、まあ、だから、松葉町あたりに変な親がおるって言ったら、指定暴力団山口組系列の平井一家ですよね。フラットシャープ団ですよね。平井だから平らですよね、フラット。
それ E はあの井戸の E だからシャープですよ。フラットシャープだから。お邪魔女っていうやつですよ。お邪魔女がいい気になって若者で、複数名で、暴力を加えて、何がしかの特にあの建造物ですよね、建造物蹴ったり殴ったりしてでかい音出すわけですよ。それでいい加減にしろよと言った老人を、釣ろうというやつがおるみたいなので、特にあの豊橋のあの繁華街とかは気をつけた方がいいですよ。朝でもおるからって言ってたから。親父狩りのそいつらのやり口が分かったっていうことなので、まあ、多分そういう高齢者の方は、まあ、朝散歩とかしてると思うんだけど、そういう輩に近づかない方がいいです。そいつらの資金源にされる可能性があるので気をつけた方がいいですよっていう話でした。